こんにちは、バーズの高田です。今回も発散シリーズ、プロになるためにというテーマを掲げて、対談をしていきたいと思います。で、今回はですね、言語化っていうところですね、お話をちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、指導者界隈だと言語化って結構重視されてるんですよね。だからなんでそのトレーニングをするのかとか、まあそういったことをうまく言語化していった方がいいよね、みたいなところを言われたりするんですけど、その選手の言語化みたいなところ、の重要性ってあんまり語られてないかなっていう感じもするので、ちょっとそこのお話、特に長谷さんもメンタルコーチとしても今選手見てたりしますけど、結構言語化が大事っていうお話されてるじゃないですか、だからそこのところを掘り下げて、まあ、特に育成年代でその取り組みがされてないと思うので、その重要性っていうのを皆さんにお伝えできればいいかなというふうに思ってます。で、今概要欄見ていただきますと LINE アットのリンクがあってあります。で、そこ登録していただきますと、ハッサンがメンタルトレーナーとして現役 J リーガーの方にメンタルテストと解説をした動画であったりとか、シュートの蹴り方のコツを解説した動画っていうのを無料でプレゼントさせていただいておりますので、ぜひ登録してみてください。また、今ハッサンはですね、メンタルコーチとかサッカーのパーソナルコーチ、であとはクリニックとか、まあ、多岐にわたる活動もしていますので、興味ある方はぜひ概要欄から見てみてください。それでは中に入っていきましょう。言語化って、大事だなって最近思ってるんですけど、なんか例えばオリンピックとか見てても、若い選手が結構メダルとか取ったりしても、まあ結構しっかりしてるなって思うんですよね、でしっかりしてるなって思うところが、やっぱその言語化っていうところ、例えばインタビュー一つ取っても含めそうですし、ちゃんと自分の思ってることを話せるであったりとか、まあ自分のそのプレーであったりとか、そういうことをしっかり話せるな、トップアスリートってそういう印象がすごいあるなっていうふうに思います。ハッサンのもうその言語化の大事なところってどういうところでしょう？そうですね。やっぱ言葉にできるとか説明できるっていうことは、ある程度やっぱり理解しないとできないっていうことだと思うんですよね。では、まず一つ目は自分の考えていることとか感情とかを言葉にできるっていうことは、ちゃんと自分の感情と行動がリンクさせていけるっていうことで、まずすごく大切なこと。なので特に育成年代だと思春期だったりだとか、まあ、指導者っていうような形で教わる人が多いので、受け身の子もたくさんいるなというふうに思っていて、それをただやらされてるみたいなことで上手くなってる子っていうのもたくさんいるので、なんでそうなのかとか、今は自分こう考えていてこういう選択したとかっていうことを話せるようになっていくっていうことは、自分の考えと行動をリンクさせていく。で、プレイがみんなでやっていくので、それがまあコミュニケーションに伝わっていくっていうようなところがすごく大切ですということ。で、あとプレイヤーの中で一つの、やっぱりプレイを整理していくっていうことはとても大切ですというふうなことを、まあ特に僕の見てる選手たちにはすごく多く伝えていて、僕の事例で言うと、ポストプレイとか、守備とか、大切、やっぱ試合の流れの中でやっぱりすごくチームでも求められるし、大切だし、好きだし、これすごくやりたい。でも実際評価される場所ってゴール前のところだったりとか、点が取ったとか取らないとか、そういうところ。ってことは、ゴール前のところに力をとにかく使っていかなきゃいけないっていう風になってくると、言語化していくとどんないいことがあると思ったら、考えてやっていることとか自分のキャパ、脳のキャパとかがこれぐらいあったものが、言語化していくことによってだいぶこう整理されていくと思うんですよね。スマートにそうスッキリしていく、まあタンスの中のものを整理して入れていったらスペースができましたみたいな状態になると思うんで、っていうことは何が起きるかというと、ここの分だけここにキャパができて、ここにじゃあゴール前でいきなり来たボールに反応するだとか、思ってもないアイデアがここに生まれるとかっていうスペースがここにできるための作業が言語化だと思っているというような形なので、僕の場合は例えばさっき一本動画でも出したけど、ボールを止めてから体を当てるとか、そういうようなこととかをとにかく整理していったっていうのは、結構でもプロになってそれも終盤の方でやり始めたんですけど、やっぱりそこはすごく整理されると、グラウンドの上でも。で、途中から出る試合も多かったので、じゃあ入ったらこういうことしようとか、そういうことがちゃんとできていくと、不安がどんどん減っていくっていうこともあったので、まあそういうようなために言語化をしていく。本当言葉が表に出るので、なんで言語化なのかとか、どんなことが言語化なのかっていうのを理解しないでやってる人たちもたくさんいるなと思っているんですけど、僕の中の考える言語化はそういうようなところかなというふうに思います。そうですよね。だから、意識的に取り組むことの重要性っていうところもリンクすると思うんですけど、なんか、ただなんとなくやって、自分のプレイが定着してしまうと、なんでそうなかったかっていうことがわからないと、修正もできないじゃないですか。で、ある程度意識的に言語化しながら取り組むと、そういう修正もしやすくなるかなっていうのが、まず利点として一つあるかなと思います。で、あとは、
なんかやっぱりその子供らしさっていうのが大事にされすぎているっていう部分もあると思うんですよね。だから小学生年代、まあ年代にもありますけど、多分しっかりと喋れる子だったらもう1年生2年生でもしっかり喋れますよね。だけどなんかどういうことを考えてプレイしてた、わかんないとか、これもしかしたら中学生とかでもあると思うんですよ。わかんないです、なんか適当にやってましたみたいな。でそういうのじゃやっぱダメってことですよね。しっかり会話をするっていうところで、それがその自分の思ってることを伝えるっていうことっていうのは、これまで散々テーマにしてきた自立っていうところもつながってると思うんですけど、そこら辺はどうですか。まあ、あとはやっぱり海外の選手とかも含めてだと思うんですけど、結構主張をしっかりできないとチームの中で残っていけないっていうのは結構競争の中ではあるかなと、うん、そういった意味でもすごく大切、うん、まあ、プロの選手でも言語化できなかったり、なんとなくとかいう選手も多かったりするんで、そう、まあ、一概にとは言えないけど、やっぱりこれから強いチームに行ったりとかしていくんであれば、自分の意思を伝えてやるとか、それを、まあ、分かりやすく伝えるとか、うん、そういうことはすごい必要になってくるから、まあ、本当に言葉にしていくって大切かなというふうに思います、うん、指導者とか親はどうですかね。なんか分かったかやれみたいな感じになっちゃうんだよな、うん、で問いかけを増やしたりとか、対話っていうのを増やす機会を多くしないと、うん、言語化は逆にできないじゃないですか、うん、それは僕が最近見てる子特に多くなってるんですけど、コーチに思ったことを伝えれないっていうのはすごくよくある現象で、緊張するっていうのがすごく多くて、でそういう子にはやっぱり準備していくことっていうのはすごく大切なので、親御さんが試合終わってから家でご飯食べたりとかするとき、どうだったとか、勝った負けたとかじゃなくて、どうだったのとか、良かった、どこが良かったのとか、どんな方が良かったので、そこからまた次の、じゃあ来週はどういうことするのとか、来週は何が上手くなったらいいのとかっていうことを、一通りはやっぱり親御さんがアドバイスはしなくてもいいと思うんですけど、とか、まあサッカーで分かんないんでできませんみたいな人が多いと思うんですけど、全然よくて、そういうので質問して話させてあげる、こうため悶々と溜めてるものをこう話させてあげるっていうのはすごく大切で、話してるうちに整理されてくるので、一通り話してみると、次の週明けに練習に行った時にどうだったって言われた時に、こういうことが話せるようになるっていうのはすごくできるようなことだなと思うので、まあ、家庭と、サッカーとかコーチがつながっていくのに、これはすごくいい方法なんじゃないかなというふうに思います。でコーチ自体も一応聞くっていうところと提案のところまでとか、うん、練習のところまではセットで用意していかなきゃいけないなというのは、うん、すごく思いますね。コーチ自体もジュニアの方が好きだったらそのまま終わっちゃう時が多いので、うんうんうん、なんかそういうのがしっかりできていくといいのかなというふうに、そうですよね。だから言語化する能力を育てるっていうのは多分結構おろそかにされがちというか、うん、まあ目に見えるフィジカルの練習、走る練習やらせてみたり、うん、止める蹴るの練習とかドリブルの練習ってなんか具体性があって分かりやすいと思うんですね、うん、能力値としてできるようになったっていうのは。だから言語化っていうのはなかなかちょっと時間もかかることだと思いますし、うん、なんかサッカーにあまり直結しないんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけど、うん、実は背景的にすごい重要な能力で、それができるがゆえに成長してってるっていうところもあるってことですよね、うん、知らない人に説明できるってことは、うん、結構自分が理解をしていないと伝えられない、うん、教えられないっていうようなことだと思うので、うん、すごく子供にもいいトレーニングになるなと思ってますし、要は専門用語とか使っちゃいけないじゃないですか、うん、知らない人に、うん、このプラウェの動きでとかって言っても、うん、お母さんわからなかったら、うん、それを口で説明できる、簡単な言葉で説明できるって結構理解しないといけないんで、うん、ところはちゃんと自分のことを理解している、プレーを理解しているっていうことにつながってくるので、うん、無知の人が聞いてあげるっていうのはめちゃくちゃ大事な要素かなという。逆に無知なふりをしてとかね。無知なふりとか、じゃあこうしたらいいじゃんとかじゃなくて、なんでそうだったのとか、察しの悪い大人になり続けてあげるっていうのはすごく子供のためにはいいかなと。うん、最初からできる子できない子いるけど、大体できないんで、できないし、やっぱできなくても喋ると上手くなってくるので、みんな。それはもう資質とかではなくて、やっぱり話す回数でカバーして上手くなっていくのがあるので、うん、サッカーと一緒で。毎週毎週試合があるんであれば、そういうのをぜひ聞いてあげたりとか、車で送り迎えの時でもいいし、そういうのはどん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 質問して聞いて話させてあげてほしいなっていうふうには、思いますね。ハツさんはどうですか、言語化し始めてから自分のプレーがやっぱり変わったっていう具体的なそういう実感の中から。そうですね、なんかメンタル的な不安がだいぶなくなったっていうのはすごくあるかなっていうふうには思うし、無駄に全部のボールを動き
なんていうんですかね、顔を出せに行かなくなったっていうのはあったりとか、うん、こういうところで受けたいからこういう風に待ちたいとかっていうのを結構自分でコントロールできるようになって、うん、なんでかっていうとグラウンドの中で、あ、ペナルティエリアの中でいい仕事をしたいっていうのはすごく、あの、実際のプレーの中でっていうのもありますし、自分のメンタル的なものでだいぶ整理されてきたので動きやすかったっていうのはすごく、はい、思いますね。うん、そうですよね。だからそう、だから練習のその取り組む時間が少なくなっても、もうちょっと対話する時間を増やしてもいいかなって思うんですよね、うん、だから指導者って難しくて、対話って1対1でやらない、まあ1対多でもできますけど、うん、まあ基本は1対1でやるんだけども、指導してる子たちは十数人いるわけじゃないですか、うん、だからその中で一人一人感じてること違かったりとか、言語化できてるレベルも違うので、うん、一人一人とやっていかなきゃいけないって考えると難しいんですけど、そういうことも含めてトレーニングを設計していかないといけないっていうことですよね。だからかなりハードルは高いし、コーチとしての技量が求められるっていうところかなと思ったりしてますね、うん、なので、あの、プロを目指していくっていうテーマでこれ話してるんであれなんですけど、指導者じゃないですか、育成の時は、うん、でもプロになったら指導者じゃないので、監督は、あ、なるほど、うん、監督がコーチとかはもうチームを、プロのチームを作るためのメンバーなので、うん、あの、そこはちゃんと自分たちの意見とか、こうコーチとコミュニケーションを取っていいものを作るとか、そういうようなところに、向かっていかなきゃいけないので、選手として生き残るために、そういうような言葉の使い方とか、コミュニケーションの取り方とか、お互いの共通認識だとかっていうことはやっていかなきゃいけないので、指導者の人はそこが、彼らがそういうところに行った時に自分で解決させれるようになっていくっていうことはすごくテーマになるかな。指導者じゃないと思うんで、プロのチームって。なので、そういうところはすごく、子どもたちが最終的に指導を受けるだけの側の選手にならないようにっていうのはかなり、大切かなというふうに、そういうことができるような選手を育てれれば、あの、指導者としても成功っていう一つの感じなのかなと。まあ点数をつけるわけじゃないので、あれですけど。そうですよね、うん、だから教えるっていうことばっかりフィーチャーされてるんで、指導者が能動的になりすぎてると、うん、逆に育たないっていう、まあ、ある種のパラドックスみたいなことが起きるっていうことを考えると、うんうんうん、指導者であったりとか、これ保護者も多分親もそうだと思うんですけど、うん、子どもたちの成長のために何ができるかっていうのは結構深く考えていかないと、やってることが逆に良くない方につながっていったり してしまうっていうこともあり得るなっていうところで、うんうん、ちょっと次回はそのことについてもちょっと話をしていきたいなと思います。で、今回の動画はどうだったでしょうか。まあ、言語化っていうところですね。あの、中でも言いましたけど、やっぱりなんかリフティングが何回できるようになったとか、パスがすごい綺麗に通るようになったとか、ちょっと目に見えてすぐ効果が出るようなものではないので、言語化っていうのはある程度時間もかかりますし、サッカーに直結しないような感じもしてしまうので、おろそかにされがちですけど、実はその成長を支えているのはそういう言語化の能力だったりするので、まあそういったところに対しての取り組み方っていうのもちょっと考えるきっかけになればいいかなというふうに思います。で、この動画いいねと思ってくださいましたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。